こんにちは、ベンジです。今回からクリプトオブザネクロダンサーアンプリファイドをやっていきます。以前クリプトオブザネクロダンサーはケイデンスっていう最初のキャラクタークリアのとこまではやりました。で、今回これなんて言うんだろうな、マイナーチェンジというか、まあアップデートみたいなので、まあダウンロードコンテンツですね。で、この左の顔青い子を使えるようになって、あと新しい敵とかギミックとかも増えてるので、あと新しいステージ、これをやっていきたいと思います。はい、では始めます。はい、これが前回ケイデンスをクリアして出てきたキャラクターで、お母さんですね。お母さんだっけ、確かそうだよね。メロディーね。あ、メロディーだっけ、これ。これメロディーだよね。ああ。これがお母さん。で、ケイデンス、これ。前回の主人公、これね。デフォルトの。で、アリアっていうのもさらに、メロディーでクリアするとアリアが出てくるらしいんですけど、そこはまだやってません。で、今回の、まあ、こっちもいずれやるかもしれないですけど、今回の主人公はこの人。ノクターナ。コウモリに変身できる。で、ゾーン5が出てきたんですね。はい。あの、右のスペルのとこに、顔が出てると思うんですけど、コウモリに変身できます。で、実はちょっとやりました。ゾーン5。まあ、ボスまで行ってダメだったんですけど、かなりね、この人強いんですよ。じゃ、ゾーン1からやっていこうかな。なんかストーリー変わるかもしれないし。変わんねえだろうな。まあ、一発でクリアしますよ、こんな。あ、なんか買ってる。お、いいね。自動穴掘り装置。2マス先まで攻撃できて、さらに、敵と同時に攻撃すると、パリーが発生するんですね。なんかかなり強いです、この人。だからこんな一面なんて余裕ですよ。もう操作も思い出したんでね、バッチリです。貫通攻撃だって。へえ。なんか新しいアイテムも増えてます。あと新しいギミックね、これ。あ、新しい敵もどうすかな。危ない。この人は動線から、お、パリした。これはこの電気のところに乗ってると、攻撃が周りにいる敵にも伝わります。あとこの赤いところは壊しても復活します。ほら、店あったの上だっけ。上だね。ここだ。あ、部屋もあった。リンゴ、リンゴはいいな。敵をすべて表示。あとか。ああ。あ、ビートミスで壊れんだってあれ。いや、やっぱり天使は可愛いな。お、黄金じゃない竜とか。ハープだって。え？お、すげえ。え、これなかなかいいんじゃない？いやー、どうすかな。こっちだな。貫通攻撃は意味なくなったけど。いや、これ。あー、敵を表示か。まあいいや、敵表示するより掘った方がいいな。あ、これだと完全に壊れるんだ。ああ、いいね、これ。はい。ああ。ああ。そうか。斜めに攻撃できるわけじゃないのか。あ、何？グレネードボム？ああ。何やってんだ。
店だ。これは所持品プラス1、防御 0.5、 ファイヤーボールを唱える。あ、そうだ、コウモリになってなかったね。ほら、トランスフォーム。あ、穴掘れなくなるのか。アイテム使えないのか。こうなると多分ですけど、攻撃力が2倍になって、防御力が減るのかな。いや、うぜ。はい、トランスフォームっつってね。はい、うわ、よし。いや、ハープなかなか使いにくいな。どうすかな。どっかで拾いたい。この人は盾を持ってるから、あれ正面から攻撃効かないはずなんだけど。いや、やべ。ああ、HP が減ると勝手にコウモリになっちゃいます。で、コウモリの状態から戻ろうとすると、あ、フローごとに回復、いいね。あ、踏めない。HP がない状態で戻ろうとすると死にます。やべ、あははは。一回でクリアするんじゃなかったのかよ。で、新しいアイテムは、が出てるんで、ここで買えます。え？なんでこれだけ英語で書いてんの？ Reduce damage to 1。攻撃力が1上がる。かな？掘る力プラス1。掘ると進む。あ、なるほどね。掘りながら進めるのね。遠くまで広範囲に攻撃。なんか似たようなアイテムあった気がする。こっちは？はい。ああ、買えない。これなんだろう。フリーズを唱える。いいね。よし、じゃあ、行くか。あ、なんか、売ってないか。Hello. チーズ、いいね。チーズ買ってこう。よーし。次でクリアしますから、見ててください。やっぱこのサーベルが使いやすいな。2マス先まで攻撃できるし。あ、これ鍵ないとダメなやつだ。あ、動かせねえか、動かせねえか。動かせたら爆弾で壊せたの。あ、バカ、木箱あったじゃん。いやー、もったいねえ。木箱も爆弾で壊せます。あと樽とかね。はい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 。槍なんていらないよ、サーベルの方が強い。なんだこれ、あ、水溜り作るんだ。はい、この導線から出してやると攻撃食らわせられる。鍵、これなんだ。シャベルを得るがフロアが大きく、いいよ。え、シャベルもらった？あ、そこに出んのかよ。あ、これがいい。フロアが大きくなったの。あれ？なんかこっちになかったっけ？気のせいか。店だ。出口からプラス1。出口がわかる。いいじゃん。あ、遠近同時攻撃もいいけどな。はい。あ、ボス。中ボスね。よし。
よーし。左はいいや。いきます。今んとこかなりいい感じ。出口そっちなら、こっち先に見てこう。でかい骸骨は、攻撃すると、ちっちゃい骸骨、三つに分かれます。で、こいつは、この、電気の上に乗ってて、隣だったらなぜか倒せます。よく分かんないけど。よし。感染した。あ、店。ガラスのトーチ。倒すと、あ、何？進むプラス無敵だって。何それ？よくわかんないけど、顔。ああ！敵も表示させよう。よし、壊しとこう。はい。チーズ。あ、チーズ？いや、使ってないよ。もったいねえ。まあ、しょうがねえな。ダメージ2のボムをなんとか。なるほど。無敵になってるから、あれ、透明になってるのか。あ、爆弾を作り出す。いいね。ここになんかあるよ。隠しショップが。人参。人参なんだ？ハート1回復とミニマップがわかる。これで、じゃあ、チーズ使って、人参買おう。まだか。ああ、もったいない。楽勝。ああ。いや、このゲームね、やってればわかるけどね、声が出ます。落ちた。よし、次。ここを超えればそろそろボスじゃないかな。よし、パリ。あ、バカ。ああ、何やってる。ボス引きちゃった。あ、キングコンガだ。てん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 。これ、ボスを倒さないで、行っちゃうと、こういう風になっちゃうんですね。で、キングコンガはリズムが不規則。なんだこれ？カレッジって。あ、無敵ってことか？多分そうだね。楽勝ですね。お土産はない。はい、クリア。お、違うね。The clan elders were wrong. The dead do rise here. But they'll never learn the truth about this place. I'll destroy it before I let them learn its secrets. なんか意味深なこと言ってたね。老人たちは間違ってたみたいなことです。はい。じゃあ、これで、次ゾーン2が出るんで、次ゾーン2クリアしていきましょう。はい。じゃあ、今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか？動画はほぼ毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームの再生リストがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。